こんにちは。皆様、明けましておめでとうございます。ね、新年が始まりました。2021年の幕開けということで、今年一発目の動画から、スタイルを変えてやっていこうと思います。今年はですね、スタイルを変えて、なんと、マインドマップでチャレンジしてみようと思います。で、なぜかっていうと、動画を見返したときに、やっぱりこう、ベラベラ喋ってるだけだと、なかなかどこを復習したのか、復習をしたらいいのかがちょっと分かりにくいということで、どこを見ればいいのかっていうのを、目で見て分かりやすいようなスタイルにやっていく方がいいかなというふうに思います。でですね、今回からやっていくのは一体何かっていうと、ハーバード心理学ということで、書籍はですね、ハーバードの人生を変える授業というものがあるんですが、その中にある、52個のワークを、52個のパートに分けて、ね、新年早々そんな長いやつやるのっていう感じかもしれないんですが、それにはですね、ちょっと意味があるんで、これからお伝えをしていこうと思います。はい。で、何かっていうと、ハーバード心理学を通して生産的知識っていうのを身につけていきましょうというのが、52個のパートでの狙いになります。で、生産的知識って一体何かっていうと、こちらですね、知識だけではなくって、自分を取り巻く世界を理解して状況にうまく対処するための知識でなります。要は皆さん勉強とかをしていて、何かがその公式が解けるとか、そういうね、頭で分かっても頭では分かっててもっていうことってたくさんあると思うんですよ。そうじゃなくって、生産的知識っていうことで、つまりただ単に頭で分かっているだけじゃなくて、行動に移していくため、そんな力も身につけていきましょうというのが狙いになります。で、多くの方々が、毎年1月になれば新しい目標を立てるということはあると思うんですよ。ところが、2月になる頃にはすっかりどんな目標だったか忘れてしまいますと。で、1月に今年は絶対に10キロ痩せるわよと言っておきながら、お餅をバクバク食べてしまったりとか、禁酒禁煙するぞって言っておきながら、やっぱりお付き合いでお酒をバカバカ飲んで、ついでにふわーってタバコを吸ってしまったりとか、結構あると思うんですよね。そこで、52個の別々のワークっていうものを1日ずつ取り組むことによって、バンということで、経験値を増やして、で、自己成長を促して、そして記憶力や理解力を高めていくこと で何かやる習慣を身につけて、で、2021年皆さんが掲げる目標達成を目指していこうという、そんな動画を今回作っていこうと思っていますんで、ぜひですね、52個、全部のワークをやってくださいってわけじゃなくって、タイトルに毎回何日目かっていうことと、どんなワークをやるのかっていうことを表題に載せておきますんで、それを見て、あ、これ面白そうだなとか、これだったらできるかなって思うものがあれば、それにチャレンジしてみていただくという、そんなレベルで OK です。当然52個全部やっていただく方が効果は間違いなく高いのは言えるんですけれども、なかなかそれが難しいっていう人は、面白そうだなって思うワークから取り組んでみていただけると嬉しいです。さて、ということで、じゃあまずその初日一発目って何をするのかっていうと、これなんと、とてもシンプルです。バン、感謝する、ただそれだけのことなんですね。感謝するだけ、どういうことっていうと、まずはですね、初日なので軽いウォーミングアップ的なワークを取り組んでいきましょうと。1日1、2分のワークの中で、感謝できること、その日に起こったことでいいので5つ書いてみましょうと。はい。だから今日1日通して、寝る前に何かこうノートとか日記を引っ張り出してきて、何々さんに感謝とか、こんなことに感謝っていうことを5個、こうトータルで書きましょう。ただこれだけのことです。これだったら 1,2 分でできますよねっていう話ですわ。じゃあ実際感謝するとどんな効果があるのっていうと、こんな感じですね。自分自身の人生を肯定的に評価できるようになりますよ。それから幸福度が高まっていきます。それからポジティブにもなれるし、意志力ですね、これをやるぞっていう意志力が高まっていくと。それから人生全体にエネルギッシュになるので、決断をするときに迷わなくなったりとか、人から優しくされると、やっぱり人に対して自分からも優しくできるようになっていくんですね。だから人に優しくなりますよと。それからよく眠れるようになる。やっぱり年末年始でちょっとね、いつもと違うその生活スタイルをとってしまうと、のっけから結構不眠症になる人とかも多かったりとか、スマホいじって寝れないとかっていう人もいると思うんですけど、人に感謝することによってすっきりとよく眠れるようになりますよと。それから運動が習慣化しやすくなるという、いいことずくめになりますんで、ぜひですね、感謝っていうのは、やった方がいいということが言えます。で、感謝するっていうのは別に幸せになるために特別な行動とか体験って必要としてないんですよね。今言ったようにノートとか日記を一冊用意して日常起こっていることを書き留めるだけで十分だということが言えるんですね。とは言いながらも1日5個って
結構ハードルが高いって思う人もいると思うんですよ。僕も最初これやり始めた時結構ハードル高えなって思ったりしたんですよね。なので感謝を浮かべる上でのヒントっていうのを今回ご用意しました。何かっていうとすごく簡単です。 5W1H が使えるってことなんですね。誰に感謝しますか？職場の人、家族、友達、彼氏、彼女、奥さん、旦那さんみたいな感じですね。で、何に対して感謝しますか？席を譲ってもらったこととか、ドアを開けてもらったこと、で、それはいつ起こったの？朝起きた時、それとも夜寝る前とか、いつ起こったことなんですか？で、どこで起こったこと？家、職場、スーパー、それから電車の中とかですね。そうで、なんでそれに対して感謝するのっていうことを考えたりとか、どうしてそれ感謝することなんだろうと。それから、まあ、なかなかその日一日起こったことで5個も感謝するの難しいですわっていう方に関しては、人生全体を通して改めて振り返ってみると、あ、こんなことありがたいなとか、こんなこと感謝できるなってことを振り返ってそれを書く、これも全然問題なく OK ですということなので、ぜひですね 5W1H っていうものをヒントに使って感謝を浮かべてみていただいて、1日5個のワーク取り組んでみていただけたらいいかなと思います。ちなみに僕自身そのコーチングのクライアントを何人か抱えている時期があって、まあ、今も抱えてはいるんですけれども、まあ、そんな中で一人ですね、事例を挙げるとこんな感じだったりするんですよね。去年の去年の4月から4月下旬からですね、8月の半ばまで、この1日5個感謝を書くっていうワークをやってもらったんですね。で、その結果どういうことが起こったかっていうと、今まで感謝したことがないようなことにまで感謝できるようになりましたと。それから気づかなかった人の行為行動のありがたさっていうのを知ったと。なのですごく心穏やかに、何を喋っててもこう笑顔で優しい口調になったということが、まあ、自分の中での成長でしたっていうことをお話はしてくれたんですね。ところが最近ですね、感謝のワークっていうのを9月以降やらなくなっちゃったんですよ。というのも8月までで一旦コーチングを終えて、9月からは行ってらっしゃいと送り出したんですよね。で、そのワークやらなくなったっていうのはうすうす知ってたんですけれども、どうやらですね、ちょっと彼のそのツイッター、コーチングクライアントさんのツイッターを見ていると、まあ、結構ね、荒れた投稿が多かったりするね。何かに文句を言ったりとか、職場の悪口を言ったりみたいなことが結構書かれてたりしてるんで、まあ、ワーク自体はこれは続けた方がいいかもしれませんよと。だから今日1日5つの感謝を書くっていうので終わっちゃうんじゃなくって、52日間のこのパートをやっている限りはそれ続けた方がいいかもしれないですっていうことなんですね。だけじゃなくって、まあ、できるなら毎日これはそのワークという壁を越えて、毎日その習慣的に続けていくものとしてやっていった方が効果は間違いなく高まるというふうに思いますんで、効果改めて振り返っていくとこんな感じでですね、よいしょありますんで、人生肯定的に評価できたりとか、エネルギッシュになれたりとか、眠れたりとかっていういろんなですね、トータルで8個の効果があったりしますので、これが得られるんだと、これ得てみたいなという方はですね、ぜひ1日1、2分かけて5個の感謝っていうのを書くというワークを取り組んでみていただけたらというふうに思います。ということで、今年年始始まったばかりでありますから、これからですね、たくさんのワーク取り組んでいただいて、経験値増やして自己成長して、で、皆さんが掲げる目標達成の一助になっていく、その動画を今年も頑張って上げていこうというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。